トリニダード・トバゴ共和国、通称トリニダード・トバゴは、カリブ海の昭アンティル諸島南部に位置するトリニダード、島とト,トバゴ島の2島と、俗領からなる共和制国家で、イギリス連邦加盟国である。島国であり、海を隔てて、北にグレナダ、北東にバルバドス、南にベネズエラが存在する。首都はポート・オブ・スペイン。リンボーダンスや、スティールパンで有名である。 アフリカ系とインド系の住民が寄港している正式名称はリパブリックオブトリニダードトバゴ通称トリニダードトバゴ日本語の表記はトリニダードトバゴ共和国通称トリニダードトバゴ国名は主要に等のトリニダード島とトバゴとを合わせたものであるトリニダード島は島にある三つの山をキリスト教の教義の三位一体になぞらえて スペイン人に名付けられた。トバゴ島は先住民が吸っていたタバコから名付けられた。スペイン語での国名はリペブリカでトリニダード・アイ・トバゴ。国会議事堂トリニダード・トバゴは共和制、議員内閣制を取る立憲国家である。現行憲法は1976年8月1日に施行された。国家元首は大統領であり、大統領は 間接選挙で選出される。任期は5年で、参戦は禁止。その権限は、元首としての儀礼的、形式的なものに限られる。詳細は、トリニダード・トバゴの大統領を参照。行政権は首相率いる内閣に属する。総選挙の結果を受け、多数派政党の指導者を大統領が首相に任命する。閣僚は、議会議員の中から任命される。 立法府は上院、下院で構成される両院制の共和国議会である。上院は31議席で、うち16議席は与党、9議席は大統領、6議席は野党により任命される。任期は最大5年。会院は41議席で、議員は国民による直接選挙で選出され、任期は5年。トリニダード・トバゴは複数政党制が機能している。 主要政党は、中道左派の人民国家運動左派の統一民族、会議であり、二大政党制が機能している。トバゴ島には独自の議会があり、トバゴ島の内政自治を担う、行政府としての役割も果たしている。国家安全保障省の下に、トリニダードトバゴ国防軍が存在している。人員は2007年時点で、約2700人が所属し、陸軍、 沿岸警備隊、航空警備隊などが存在する。近隣諸国やアメリカとの関係が深いほか、急宗四国のイギリスとの関係が深く、イギリス連邦加盟国である。国際連合に加盟している。日本との二国間条約、取り決め、なしトリニダード島に、日本からの観光者数は1191人。日本にトリニダード島からの観光者数は624人。 トリニダード・トバゴの行政区画トリニダード・トバゴのチリチケ形ズ、トリニダード島とトバゴ島の2島からなる。トリニダード島は面積4827平方キロメートルの山がちな島で最高地点はアリポ山であり南米ベネズエラの海岸からわずか15キロメートルの沖合に位置している。マノス島やチャカチャカレ島などの小島が周囲にある。トバゴ島は トリニダード島から北東約 34km に位置し、面積301平方 km で同じく山がちな島であり、セントジルズ島やリトルトバゴ島などの小島が周囲にある。首都ポートオブスペインはトリニダード島の西部パリア湾に面したところにある。トリニダード島の北部山地はジュラキと白亜紀の編成岩からなる。 その南の北部低地はより新しい地質時代の堆積物からなる。中央産地では白亜紀と第三期の堆積岩が集局、断層作用を受けている。南部低地は新第三期の砂、粘土、劣からなり、その下に石油、ガス交渉がある。南部産地は新第三期の砂岩、血岩、シルト岩が集局しており、オイルサンドや泥火山が見られる。 ポートオブスペインの港西インド諸島で唯一豊かな石油と天然ガスの主源があり国の経済の中心になっている GDP の40%輸出の80%を占めるが雇用は5%しかない液化天然ガス石油化学鉄鋼への投資が近年拡大している石油から天然ガスへのシフトが見られ米国の LNG 輸入先の70%に 達する。トリニダード島のピッチ湖には世界最大規模のアスファルトの天然鉱脈がある。トバゴ島は観光産業が盛んである。柑橘類やココアなどの農産物もあるが代表的な砂糖キビ産業は2007年に消滅した。道路網はよく発達している。島内の移動には個人タクシーか小型バスが使われる。このバスはマクシバスと呼ばれ。 どこでも止めることができる。空港はトリニダード島にピアルコ国際空港があり、トバゴ島にはクラウンポイント空港がある。カリビアン航空が近隣諸国やヨーロッパ、北アメリカ諸国との間を結んでいる。鉄道はかつてトリニダード島全域に政府鉄道があったが、自動車の普及により1968年末にすべて廃止されている。人種は アフリカ系陰境根結ヨーロッパ系その他、カジン島、トバゴ島ではアフリカ系の住民が多い。公用語は英語である。最も広く話されている言語は英語系のクレオール言語であり、スペイン語やフランス語、ヒンディー語の影響を強く受けている。トリニダード島出身の言語学者、ジョン・ジェイコブ・トマスは、クレオール文法の理論と実際を表し、 クレオール言語が独自の体系を持った言語であることを実証した。カトリックが26%、ヒンドゥー教が22%、英国国教会が8%、イスラム教が5%、セブンスデーアドベンチスト教会が4%である。国家のチャコニアトリニダードトバコは、アフリカ系、インド系、中国系住民の文化が互いに影響し合いながら、世界規模に広がりのある文化を、 多数生み出してきた。トリニダード島は東、カリブ海諸国の文化的な中心であると言える。20世紀になると、ハイチ革命を描いたブラックジャコバンを表した CLR ジェームズやカリブ海地域の黒人による初の歴史書となった資本主義と奴隷制、コロンブスからカストロまで等を表したエリック・ウィリアムズによってイギリス資本主義の形成における。 カリブ海の奴隷の役割が明らかにされた。現代の作家としては、ビスワス氏の家などで知られる、インド系、ノーベル文学小作家の VS ナイボールが挙げられる。著名な画家としては、ミシェル・ジャン・キャサボンが挙げられる。トリニダード・カーニバル首都ポート・オブ・スペインで開催されているカーニバル、ジュベは、世界の三大カーニバルに数えられており、大掛かりな衣装を身にまとった仮面舞踏会や、 大衆歌謡音楽であるカリプソやソカ、スティールパンのコンテストであるパノラマなどが有名である。カーニバルの文化は植民活動を行ったフランスによってもたらされた。カーニバルの衣装にはドラゴンのモチーフなど中国系住民の文化の要素が入っている。1920年代にカリプソが音楽ジャンルとして成立した。1930年代に石油を貯蔵するための ドラム缶から生まれた楽器スティールパンは20世紀最大のアコースティック楽器発明と呼ばれており1992年の独立記念日には正式に国民楽器として認められたスティールパンは先進国への移民によって世界の音楽に影響を与えており多くのアーティストによって取り組まれているソカもこの国の発祥であるソカは ペルシア系の人々のタッサやインド系の人々のチャトニーといった音楽の要素を取り込んでおり、ニューヨークの移民社会を通じて、ヒップホップと互いに影響を受け合いながら、世界のポピュラー音楽に影響を与えている。著名な音楽家としては、アッティラ・ザ・フン、ロード・キッチナー、エドムンド・ロスが挙げられる。また、アメリカで活動するラッパー、シンガーソングライターのニッキー・ミナージュも、 首都ポートオブスペイン生まれである。クリケットが最も人気のあるスポーツの一つである。他のカリブ海諸国等との多国籍チームの西インド諸島代表として国際試合を行っており、過去にはクリケットワールドカップで2度の優勝経験を有する。トリニダード・トバゴ出身のブライアンダラは世界のクリケットにおいて歴代屈指の名選手だった。陸上競技では ヘイズリー・クロフォードが1976年のモントリオール五輪の男子100メートルで同国初の金メダルを獲得した。パラ陸上競技では砲丸投げ、円盤投げ、槍投げでアキーム・スチュワートが世界記録を出している。サッカーでは W 杯に2006年のドイツ大会で初出場を果たした。女子ボクシングにおいて世界タイトル9冠を達成して17戦全勝の まま死亡したジゼールサランディを排出したことでも知られる。政府日本政府観光その他。ありがとうございます。